同居のとめ。旦那は出張で海外に行ってます。前々から私のものをいらないものだと思ってと言っては勝手に捨てて、あらすっきりしたなんて言っていたとめ。旦那もウトさんも注意をしてくれたりしてくれたが、とめ、ことめとタッグを組んで、なんというか、本当に注意なんて無意味だった。そんなとめが、私のものだと勝手に思い込んで捨てた結婚指輪。それはあなたの結婚指輪ですよ。そして、もう、先週のゴミ収集日に運ばれていったゴミ袋を、ニヤニヤと、私の顔と収集車を交互に見て笑ってましたね。前々から、私の指輪を捨てようと計画練ってたの知ってたんですよ。ことめとネチネチ話していたのを聞いていたんですよ。小声じゃない小声で。だから、私の指輪は大事に大事に保管してたんです。私の実家に。だから、とめ計画実行後に指輪をはめてあった時に、あら、嫁ちゃんそういえばあなたの結婚指、あれ?と嫌みったら叱った顔が、ムンクの叫びのように縦に伸びた瞬間、私はとてもすっきりしました。今頃、何の指輪を捨てたのか悩んでいる頃でしょうか。むしろ、自分の結婚指輪を迷わず捨てるほど、指輪の形等を覚えていないことに、嫁は衝撃を覚えましたよ。ウトさんいい人なので、ウトさんには、申し訳ない気持ちでいっぱいですが、自分で、自分の大事な指輪捨てたんだから、仕方ないよね。あ、来週、旦那が出張から帰ってくるから、久しぶりに皆で食事をするときにでも、ウトさんに話を振ってみよっと。ウトさんがトメさんにあげた結婚指輪って、どんな指輪なんですかって。8月中に遠距離に転勤が決定してるので、好き勝手やってます。トメのこの行動も、引っ越しの準備をしてる、ごたごたに紛れてやればわからないだろう、バカだから、とことめと言っていた、とのことでしたが、死んだ祖母からもらった、大事な菊紙をゴミ扱いにして、わざわざ折って燃やして捨てた恨みは、まだまだ深いですよ。非常に、嫁は心が湧くてかします。